皆さんこんにちは、アロマポッドアルファです。かなりご無沙汰ですみません。なぜかかなり忙しかったり間抜けだったり、そうですね、うだる暑さの中一旦外に出るとすごく仕事をしたようになって、ビールがうまくてそのまま宴会になります。計画は少し遅れていますが元気にやっています。いろんなことに挑戦したり人と会ったり、縁が私をつなげてくれます。太陽はじりじり、でもハートはじりじりとはならず、ああもう一人なんだなと、仕事にで忙しいのを忘れようとしています。今頃普通の家庭が恋しくなるんですよね。今の時点で、もう先はない、先はないという家庭はないかとは思いますが、やはり女というか子供が欲しかったなと、悔やんでいます。アーティストは、芸術に身を置いて死んでいく巨匠もいます。私はまだまだですが、大きな希望もなくなりかけて、小さい幸せからコツコツと行いをしようかと思っています。誰でも心は一つです。夢が大きくてもその後は平穏かどうかわからない。日常を淡々と積み上げていくことの幸せは感じるかなと思います。先日ラジオにて旅についてのお話をしました。なぜかというと、7月6日にグッドトラベルをキサの名義でリリースしたその宣伝です。たくさんいろんなところに行っていますが、やはりブラジルでの出来事は一生心に残り、親友たくさん作れたのは本当に音楽です。ブラジルではポルトガル語は、挑戦していますが、またブラジルのみんなに、挨拶をしたいです。オブリガータアニメフレンズ2022ではサンパウロとリオデジャネイロに行きましたが、とっても楽しかった。リオデジャネイロのホテルからエメラルドグリーンのビーチが素晴らしくて、この瞬間を覚えていたくて、ずっとホテルにキーボードを持ち込み新曲を書きました。それをブラジルで悠々白書を歌っている UU20 というユニットにテープをプレゼントしました。著名なミュージシャンが集まり、その曲が音源となり、6月15日に世界でリリースになりました。 Do Rio a Tokyo という曲です。歌手は UU20 のボーカルのルイジです。距離はあってもみんなの心を分かち合えば、海の向こうも平和です。みんなで旅をしてつながりましょう。では最後に、7月6日にリリースになりましたキサでグッドトラベルです。アロマポッドでした。マータリマスコです。また。It's goodbye. I know it's separation. I go out looking like I will travel. With our usual common sense, I'll be telling you my mind. I soft nice like the chipper all on my.Oh,
need to hesitate, because I see so far. My hope is that you dance Santorini. You are Prince Alpha E, so what will we unite behind? A heartbeat will matter for us. For a part.